ここ最近のウクライナにおいては、ロシア軍の兵員と装甲戦闘車両などの装備の消耗が激しくなっていることが各地の戦線から伝えられていて、11月10日にはウクライナ空中機動軍の公式 Facebook と YouTube チャンネルに、アメリカから供与されている M142 高機動ロケット砲システムハイマースによってロシア軍の多連装ロケット砲システムマースが破壊したとされる動画が公開されるなどしているよ。ウクライナ国内において北北東部ハルキウ州から東部ドネツク州に、南部のザポリージャ州及びヘルソン州に及ぶ 1000km 以上のわたる戦線の中で、特に東部ドンバス地方ドネツク州の州都ドネツクに近い、アウディーウカ方面でのロシア軍の損害が極端に増えていることが報じられているぜ。さて今回はアウディーウカ方面の戦況が悪化している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍第二諸兵科連合軍の隷下にあるスーコ旅団は10月10日、この侵略戦争開始以前からのウクライナ軍のドネツク州における防御拠点であるアウディーウカの制圧に向けて攻撃を開始したよ。ドネツク州の州都ドネツクの北 10km ほどにあるアウディーウカは、ロシアがウクライナに侵略する以前の2014年に、東部ドンバス地方ドネツク州及びルハンシク州で勃発したドンバス戦争の頃から、ドネツク州をウクライナ政権から分離独立させてドネツク人民共和国の建国を目指す新ロシア派武装勢力とウクライナ軍との間の戦闘が継続していて、ウクライナ軍はアウディーウカの町全体を要塞化していたと言われているんだ。昨年9月にドネツク人民共和国の建国を宣言したドネツクの新ロシア派勢力から見れば、喉元にナイフを突きつけられたように感じられる位置にあり、この地を制圧しない限りドネツク州の全てを支配下に置くことができない彼らは、ロシア軍の協力のもとにこのアウディーウカを何としてでも制圧しておきたい意向があるものとみられ、ドネツク州を完全な形でロシア連邦として併合したいロシアのプーチン大統領としても何が何でも手中に収めたい都市であることは間違いないよね。アウディーウカ方面はウクライナ軍第110独立機械化旅団などが防衛に当たっていたが、その後ロシア軍の攻勢が激しくなったことで、西側諸国から供与された高性能兵器が装備された第47独立機械化旅団が増援として投入され、攻撃を加えようとしたロシア軍に対してウクライナ軍が損害を受けた戦闘車両数の14倍以上の損害を受けたとされているな。これまでの戦史から考えられている攻撃側と防御側の損害の比率は、攻撃側は防御側の3倍の損失が発生するとされているが、このアウディーウカではかつてないほどロシア軍の兵員と戦闘車両が増えているぜ。また、ウクライナ軍が反転攻勢に出ているザポリージャ州の戦線においても、攻撃側が防御側の3倍とする比率が当てはまらず、ウクライナ軍とロシア軍の損害はほぼ同等とされていて、ウクライナ軍の反転攻勢作戦が始まった6月上旬以降のロシア軍の損害は大きく膨らんでいるってわけだ。ロシアがウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降の両軍の装備の損失撃破損傷域路角について、SNS やインターネットなどに投稿された動画や写真画像を元に集計しているオープンソースインテリジェンス OSINT アナリストによると、ザポリージャ州における軍用車両の損失数は11月10日時点でウクライナ軍が518両、ロシア軍が600両とされているほか、アウディーウカ方面では同日の時点におけるウクライナ軍の軍用車両の損失数がわずか16両であるのに対して、ロシア軍の損失数は221両にも達していることが明らかにされたね。また一概に軍用車両といっても戦車や歩兵戦闘車などのような装甲戦闘車両や、兵員輸送用の非武装なトラックなどがあるが、その損失の内訳にも違いが見られ、ザポリージャ州ではウクライナ軍は歩兵の輸送に用いている装甲トラックを多く失っているが、ロシア軍においては戦車や補給用トラックの損失が比較的多いとされ、ロシア軍戦車の多くはウクライナ軍のドローンによる攻撃や歩兵携帯式対戦車ミサイルに、榴弾砲及びマースなどから発射される精密誘導砲弾やロケット弾によるものが多く、補給用トラックは補給戦場でウクライナ軍の攻撃を受けて破壊されているケースが多いとされているんだ。
この両軍の損害状況を踏まえたものかは不明なんだけど、ウクライナのゼレンスキー大統領は11月14日夜に放送されたビデオ演説において、ロシア軍はドネツク州においてこれまで激戦が続いていたバフムート近郊よりもアウディーユカ近郊でこれまでにない早いペースでかつ大規模に兵士と装備を失っているとした上で、アウディーユカ近郊でロシア軍が消耗すればするほど戦況の流れはロシア軍にとっては悪い方向に進むとして、ウクライナ軍がアウディーユカにロシア軍を引きつけて戦力の消耗を図る作戦を展開していると主張したよ。しかしながら、ロシア側のみならずウクライナ側の軍事ブログなどの情報では、アウディーユカの戦況はロシア軍の勢いが次第に増していて、15日時点でアウディーユカを包囲するかのように北と南からロシア軍が背後に回り込もうとする動きを見せているとされているな。これらの情報については、それを裏付けるような動画や画像などの視覚的な証拠が公開されていないものの、否定する証拠もなく、兵士がどれだけ戦死しようと構わずにゾンビのように突撃を繰り返すロシア軍の人海戦術に対して、西側諸国からの砲弾などの供与が不足していることが報じられている。ウクライナ軍が次第に押されている可能性が高いとする声は多いぜ。いかにロシアがウクライナよりも大国で兵士として使える人口がはるかに多いとしても、これほどの消耗を継続していてはその戦力は大きく低下し、やがては占領地の維持すら困難になると見る向きは多いが、そのためにはウクライナが長期戦に耐えなければならないってわけだ。しかしながら、ウクライナが長期戦に耐えるには膨大な資金が必要となるよね。これまでウクライナ政府は国内の税収入で賄いきれないほどに膨れ上がっている軍事費を、アメリカやカナダや EU などによる金融支援で賄っており、長期戦となればさらに大きな経済支援が必要となることは明らかだよ。アメリカのバイデン政権は10月20日に米国の安全保障ニーズに資金を供給するため緊急予算を議会に要請すると発表したが、その内訳はウクライナへの支援に600億ドル約9兆400億円、イスラエル支援に140億ドル、ウクライナ・イスラエル・ガザに対する人道支援に90億ドルなど、総額で1000億ドル約15兆600億円であるが、民主党の反対などによってアメリカ議会での審議は進んでいないんだ。バイデン政権ではこのままではウクライナ政府が2024年度の予算において、これまで全てを軍事費に当てていたものを経済関連の費用に回さなければならなくなるとして、財務長官、国防長官、国務長官、国際開発庁長官などが11月8日に、ウクライナへの予算支援の承認は早急に必要であり、ウクライナ支援600億ドルに含まれている、経済支援分の118億ドル約1兆8000億円だけでも先に承認してほしいと議会に要請したものの、下院での審議は開始されておらず、民主党上院トップのチャック・シューマー院内総務はこの緊急予算について、感謝祭の休暇から戻ってから審議を始めるとして動く気配がないぜ。ウクライナのゼレンスキー大統領は15日に、兵器の供与や戦費への支援よりも重要なことは、社会保障などへの財政支援であるとした上で、これらへの支援が途切れると我々は、これまで全てを軍事費に当てていた税収を社会保障などへ回さなければならなくなり、ロシアの侵略に対して危機的な状況に陥ることになるとして、西側諸国からの支援の滞りがウクライナの未来に大きな影響を及ぼすことを強調しているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。